八浜駅は、岡山県玉野市八浜町大崎にある、西日本旅客鉄道宇野線の駅である。駅番号は、JRL13。ホームから、岡山方面を望む、校内配線図 A、岡山 B、宇野相対式ホーム2面2線を持ち、交換設備を有する地上駅。駅舎と言えるものはなく、直接ホームに入る形になっている。 出入り口は両ホームの中央付近に1箇所ずつあり、上下ホームは立教で結ばれている。下り線側が一線スルーの線路配置で安全側線あり。瀬戸大橋開通以前は通過列車の関係で、発着番線はまちまちであったが、現在は上下線ごとにホームを分けている。小島駅管理の無人駅で、上りホームの待合所の中に近距離リップ 交通系 IC カードチャージ機能のついた自動券売機がある。トイレは上りホーム側にあり、男女兼用の推薦式。現在は普通列車のみの運転となっているが、右行連絡線が現役であった頃には、優等列車や四国への貨物列車が運転されていた名残で線路有効長が長く、また下り線側が一線スルーの線路配置になっており、列車交換や 通過列車対比のために両方向に出発信号機がある。また、友人駅時代の駅舎の跡地や、1970年まで貨物扱いをしていた名残の引っ込め線跡分岐器も、上りホーム、岡山側に残っている。1日の平均乗車人員は、以下の通りである。駅前にバスタクシー乗り場、駐車場、駐輪場、公衆電はあり。ありがとうございます。